細山佐氏は日本のプロバスケットボール選手。神奈川県出身。身長173センチメートル、体重72キログラム。ポジションはポイントガード。二宮町立一式小学校ではサッカーに打ち込んでいたが、進学した二宮町立二宮西中学校にはサッカー部がなかったため、兄の影響もありバスケットボール部に入部した。中学時代は、 身長も平均より高かったこともあり、主に3、4番でプレーしていた。中学、高校時代は、県大会ベスト16が、最高成績で目立った成績は残せなかった上に、家庭の事情もあり高校卒業時にバスケをやめざるを得ない環境だったが、関東学院大学のスポーツ推薦トライアルに合格し、大学でもバスケを続けることができた。 大学ではなかなか試合への出場機会を得られず、長い出場時間を得ることができたのは4年の秋になってからだった。大学卒業時にプロチームからのオファーはなかったが、4年時のプレーを視察していた青い企業、株式会社からの勧誘があり、安定した仕事について家族を安心させようと、一般企業である青い企業に入社して、同社のバスケットボール部に入部した。 しかしプロへの道を諦めきれず、就職してわずか3ヶ月で TGD ライズのトライアウトを受け合格。チームとの契約を結んだ。2014から15シーズンは兵庫ストークスと契約したが十分な試合出場時間は得られず、2015から16シーズンはサイバーライン、つくばロボッツと契約した。2016年横浜 B。 ホルセアーズ2位席。2016から17シーズン開幕直後は山田健治の控えだったが、初スタメンの2016年10月9日3円、ネオフェニックス戦でチーム記録の1試合39得点を記録したことにより評価が上昇。シーズン残りは不動のレギュラーとして出場を続けた。12月には初の日本代表候補にも選出された。 2017から18シーズンには、ドミニカン大学カリフォルニア校出身のタドリオが加入したことで、出番の減少が危ぶまれたが、シーズンを通して、レギュラーを守り続けた。2018から19シーズンは、開幕直後はレギュラーだったものの4試合目からは、デン・ワタルにスターターを譲り渡す。しかしチームが、ダブルガードをオプションとしたことで、シックスマンとして出場を続け、 2018年11月7日の3、沿線で B123 戦得点を達成した。12月9日の川崎ブレイブサンダース戦後に、頭痛を訴え、脳震盪の疑いにより欠場したものの3日後の15日から、試合に復帰している。しかし、シーズン終盤に入ると、レギュラーのデン・ワタルに加えて、法政大学からの特別指定選手である。 中村太七ともプレイ時間を分け合うこととなり、また怪我の影響もあり、シーズン終盤には出場時間を大きく減らした。2019年6月に秋田ノーザンハピネッツへの移籍が発表された。ありがとうございます。